1日間のご無沙汰でした。日刊月水です。運転中の黒崎翔さんをお楽しみください。あれから3日間経ちまして、富士宮から5キロほど進みました。いやー、長い道のりだね。東京までですね、ゆっくりだな、本当に。なんか撮影とかそういったいろんなことはあっという間だったけど、帰る道のりがね、こんな何日も渡るとは思わなかったですね。僕はちょっと iPhone やってますよ。2ヶ月。今日のカメラマンは、車が担当してますので若干ね、勝手にずれていくと思いますたまにこう直してるんでさ。そうね、 iPhone ちょっと大変だな、メール。そうですね、 iPhone は本当に多分ね、人間の脳みそに例えればいいんだなと思ってね。人間の脳みそってそんなに 100% 使ってないじゃん。そうですね、 iPhone も僕多分 10% も使ってないと思うその持ってる機能が普通のガラケーと呼ばれる携帯時代、はい、あの時代がカメラが自殺したこうしとこう。あのガラケー時代ですら、はい、多分機能のやっと 20% を使ってるんじゃないかと思われた頃にiPhone にしたからな。そうですね、メールをさ、はい、このみんなに送ろうとか転送しようとか、はい、この人の何かをここに送ろうとか、はい、する時のあの不便さは何なんだろうね。何なんすかね。で、この人から来たメールは全部まとめておこうとかそのあれは多分やる方法があるんですのかね、あるんですかね。あのアプリっちゅうんかアプリっちゅう何か、ね、アプリっていう、いまだにグループ分けとかができないからさ、そうですよね、来た後にグループ分けはできるんですよね。あ、そうなのね。あ、いや、その移動ってやつでしょ。そうです。それを、そこはそれぐらいなんとなく分かるよただこの2週間ほど、はい、シャリにならん量が来てるでしょうね。シャリにならん量、減衰ともなると本当にシャリにならんでも、なんだろう、探すのがめんどくさいからさもう一回送ってって言うから余計増えるもう一回送ってってそれって 今返事欲しければ今送ってくれ厄介ですね。あれ、そうなのかなって、僕っていうか僕はあんま知らないからあれだけどさ、 iPhone 以外にスマートフォンあるわけでしょ。はい、そう、なんか Android とかさ、はいはい、そういうやつっていうのはあれは便利なのかな。いや、どうそういうところが改善されたりしてるのかな。どうなんでしょう、スマートフォン。なんか iPhone 使ってる人は iPhone がいいって言うじゃん。そうですね。そもそも iPhone の何がいいのかちょっと翔くんよく分かんなくなってきたんですけど、マークじゃないっていうか、あのマークがいいんじゃないか。リンゴのマークが、リンゴのマークが、なるほど。いやカバーが多いからじゃないそこなんですね割とでもね、そう思うんだけどさ、割と皆さんいろいろ機能を言う割には割とそういうところで決めてませんか僕思うんだけど、たまに。まあ、そんな気がしますね。いや、いいのはいいんだよ。いい方がいいんだよ。だから、ミュージシャンとかでもそうなんだよ。歌は上手い方がいいんだけども、そこだけで決めてないでしょっていうところあるじゃないか。なるほど。割と結構単純なところで決めたりするじゃん。自分がいいなと思うので。そうですね。そういうのを、まあ、便利な言葉でフィーリングって言ったりするんですけどですね、フィーリングですね。で、買えないの、なんかどういうことですか。 iPhone から買えないですね。結構 iPhone も使えるようにしっかりと、まあ僕も多分 20% も使えてないと思うんですけど、使えるようになるまで約半年ぐらいかかったんですよ。お
なんで、変えるとなると、またものすごい大変なことになるなっていう。今、普通の折りたたみ式の携帯使ってみなさいよ。絶対使えないですね。めっちゃ便利だな、置いてるって思う。あー、確かにね、こう iPhone ってやっぱりその今まで携帯として使っていたそのメールだったりそういった部分が結構なんか足りないですよね。足りないね。足りないんだけど、ただあごめんこの携帯だと開けないから PC の方に送ってくださいとか、そういう面倒くささがなくなったじゃないですか。そうですね。大概見れるわけで、はい、で周りも iPhone 使っていれば大概のものは共有できるから、はい、確かにそうですね。あれ便利だよね。確かに。さあそんな感じで、帰るのは家だけか。最近引っ越しした話をしても、あ、大丈夫です。引っ越しされたそうでやってる。そうなんです。新たてほやほやの情報だけど、はい、なぜかこのバタバタな時期にいいな引っ越しをいたしまして、余裕あるじゃねえかって。いや、もう自分の首を絞めることになりましたね。そうなんです。なんか結構今まで駅から近いところに住んでたんですけど、ちょっと駅から離れてゆったりしたところに住もうかなと思って、まあ住んだわけなんですが、まあ大変ですね。やっぱり駅から遠いっていうのは、それは山の中に住む。いやいやいや、まあ。まあいいよね、もう広いことって大事だよ。そうですね。たまに思うけどさ、はい、ね、人間って住んでる環境で幸福感って変わるような気がするから。あー、変わりますね。なんかその、まあ、お金云々って言っても、はい、結構思うかけてても狭いとこ住んでるとちゃんと貧乏な気持ちになれるから。なるほど。人間ってやっぱそこも感覚なんでしょうね。あ、そうですね。なんだかんだで広いとこ住んでると、あ、なんかそれで良かったのかなって思ったりするんだよね。確かに。たまにその住んでる場所だけでさ、ものすごく金額違うでしょ。あ、そうですね。何が幸せかなって思ってたのに。本当に田舎の方のさ、でかい邸宅とかってシャレにならない大きさじゃない。そうですね。で、大概でもみんな結構大きな家住んでるじゃない。例えば賃貸とかでもさ、はい、こっちだったらワンルームだよなっていう。確かに。そう考えると何をもって幸福とするかなってことですよ。本当に人生というのは。そうですね。じゃあ夜も更けてまいりますので、明日まだ24時間以内に東京に着かなかったら、さらにさらに深い話をして、そうですね。それでは終えた元帥ごとくそほど修正の黒崎蓮でした。バイバイ。